これ蝶はあなたに甘えとったの？いや、隣におっただけ。いるだけ、うん、ただいるだけ。宇宙じゃん。ただそこにいただけ。あれってなってる。実は甘えていたのでは。聴者ね、モピも甘えに来たのでは。聴者の顔黒い。ここチョウちゃん動かない。めちゃビビっとってもピーマン。GU で服買ったの？調子いかんくていいの？調子いいの？マロピはずっと全然来なかったね。ご飯食べてからはね、マロピ。ご飯食べる前はパパに来とったの。ね、マロッピー。噛まれるかと思ったペロペロしたな、マロちゃん。今そういう気分？めでてやるかみたいな。あれ、ハモちゃん帰ってきたの？どうしたの？娘さんを相手してくれなかったのかい？せっかく帰ってきたのに。まあ相手してくれなかったからここにおるんだ。ねえ、ハムちゃん。ハムちゃん。かわいいよ。うん。なでようとしたら逃げられた。ハムちゃん。倒れた。これは撫でてほしいのかしら。ね、ハムちゃん。撫でられ、ハムちゃん。ハムちゃんお腹へこんどるけどご飯食べとる？でも猫は普通こんなもんか。細身ハムちゃん。ドス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 。あれ、取りすぎた。通り過ぎモッピー。モッピー。モッピー。虫モッピー。腹が減った気はするか。
合格すぎるのも問題だな。でもピは ピするお空しか見えんと思うけど楽しいの。腹がめちゃなっとる。グーネモピー、パパもお腹すいたんごよ。動かないハムちゃん。結局ハムちゃんママのとこおるんだね、いつもね。さっきまでパパのとこあったのに。チロだけ来ない、珍しいな。マロはもともとここにおったのか。マロは別に自由気ままないつも通りですな。でハムちゃんは相手にされなかったらママに来ると。はちょ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 もうずっとこおったの。ハムちゃんが上でないと。うん。もう君が欲しいと思ったらこれでもありなのかな。着物帳。